いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデル BMW M3 セダンをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントリップにしたスリット、フロントに飛び石があり、フロントガラスに同じく飛び石と、左側のサイドスカートに線傷がございます。走行距離に関しましては約3万4000キロ走っているお車です。外装色はアルピンホワイト、インテリアはサキールオレンジレザーの組み合わせとなっております。 BMW の3シリーズをベースに M 専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル M3 セダンでございます。多くの M 専用装備に加え、こちらのお車には M パフォーマンス製のフロントスポイラーやカーボン製のフロントスプリッターなどが装備されており、よりスポーティーかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては3リッター直列6気筒のツインターボエンジンが搭載され、最高出力は431馬力を発揮します。アルミホイールは純正オプションの19インチのアルミホイールが装着されており、キャリパーはブルーキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。テールライトも LED が採用されており、デザイン性視認性ともに優れております。マフラーに関しましては4本出しのマフラーが装備されておりますので、 M3 らしい力強いサウンドを楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。トランク全体十分な容量を確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはサキールオレンジのレザーシートが採用されております。運転席側のランバー部分に若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては7速の MDCT シフトが採用されており、シフト横のスイッチにてエンジン特性、ハンドリング特性、それぞれ3段階での変更が可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ヘッドクリアランス、レッグスペースともに広く確保されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。では今回は2015年モデル BMW M3 セダンをご紹介させていただきました。走行距離約3万4千キロ走っておりますが、内外装ともに綺麗な状態を保っております。高い走行性能と実用性を両立した BMW M3 セダンでございます。
こちらのお車には431馬力を発揮するエンジンと7速の MDCT シフトが組み合わされており、軽快なスポーツ走行をお楽しみいただけます。また純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、クルーズコントロールをはじめ、快適、便利装備も充実した一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。